ちょっと少しだけもう一回この今から下り入るんですけど、登りの楽しさをちょっともうちょっとだけ味わっとこうって登ってます。よし、この辺りから行こうか。結構ですね、4月下旬になってくるとコバエというか虫が増えてきましたね。よし、では参ります。いやー、下りはもちろん楽しいです。もちろん楽しい。そしてすげー安定してる。テクラ。いやー、笑顔になるわ。だって下り最強です。では下りの方向に行きます。これはさっき、担ぐところがあって担いでみたんですけど、重さはツーリングバイクにフル装備した状態よりちょっと軽いって感じですね。よし。いやー、もうほんとこの岩肌がすごいあって、もうサスでもう全部いっちゃうって感じですね。吸収し、こう無言になるぐらい、なんかこうえいけてるよっていう感じがする。なんか普段弾かれてたでコンボコンした場所も、うん、すごい走りやすい。これはやばいな。これはちょっと今衝撃を受けてます。衝撃ってその路面からの衝撃じゃなくて、これは面白いな。こういうダウンヒルのところは本当にダウンヒルバイクみたいにすごくて、ちょっと道が登ってしるところはこの E バイクが効いてっていう感じかな。よいしょ。さあ、この先も行ってみよう。いやー、すごいすごいです。これは下りがもう楽しいのはもちろんなんですけど、これは楽しいのレベルが1個上がるっていう感じかな。でそこに上りの奥な場面っていうのが消えちゃうから、なんやろ、ただ単純に楽しい場面、1回のトレイルライド、例えば自走で行くトレイルライドで楽しい部分が倍になるって感じますね。その下りはもちろん、上りがぐいぐい行くんで倍になるっていう感じで、もう一個感じたのが、その自走でオールマウンテンとかダウンヒルとかサスペンション多いものを自走で山の上まで登っていくっていうのはすっげえしんどいですけど、それができちゃうっていうね。だから意外とメリットって、一つ坂道上り坂が楽になるっていうだけじゃないですね。普段持っていく気になれないようなタイプのバイクも行けちゃうで、その良さを味わえちゃうっていうのがすごい素晴らしいと感じました。
よいしょ。それが、e バイクというやつか。いやー、よいしょ。はい、だいぶ下ってまいりました。まとめます。まとめますと、まず、登りが笑いながら楽しく登れるようになる。で、メリットは一つだけではなかったと。上りはこう楽になるんですけど、下りも楽になる。どういうことかっていうと、普段自走で行く場合に、上りができるだけ楽になるように軽い自転車で行くと、サスペンションの量がちょっと少ないタイプになるんですけど、下りが最高に楽しめるってなったら、やっぱり、ゴーンとこう、前後にサスがついたもので行きたいと。でも、これを上に持っていくのは、自走ではしんどい。でも行けると。だから、登りが楽しいというよりかは、登りがプラスアルファで楽しくなったっていうのが、正直な感想ですね。だから、2倍?ただ単純に、マウンテンバイク下り楽しい、上りがあるところはちょっと辛いから e バイクでこうカバーするんではなくて、こう下るところまで行けちゃうというのが、楽しさがこうぐるっと回るというのがちょっと今回気づいたところかなと思います。うん、でモーターも今一山上がって越えて降りてきて、そうでいって今電池が5つの表示があったんですけど、それが、3になった。だから2減ってるという感じですね。なんで変える分には、うお、シャフトリムシがつきました。はい、え、何言ってたかな。はい、ということで、サンタクルーズ e バイクでちょっと山登って降りてきました。すごい予想以上にですね、楽しくて、今までと違うところに発見ができたので、よかったなと思います。はい、ということで今回は、e バイク乗ってみるという感じでした。どうもご視聴ありがとうございました。